韓国に駐在するアメリカ大使が襲われた事件で、アメリカ政府は当時の韓国側の警備体制などについて調査していることを明らかにしました。平均で31,757円で、全ての支出のうち 8.4% を占めました。購入したものは宿泊料など旅行関係費が 19.5% とトップで、食料品や衣類、履物がついています。パネルする法改正が必要だと強調しました。姉妹の日常は機銃操作が引き裂かれ、低空の空襲映像を初公開。9日月曜夜